買いに来てみたはいいものの、どういった内容のものを選べばいいか迷うわね。このタイトルはちょうどいいかも。あ、奥沢さん、奇遇ですね。ですね。さよ先輩も本を買いに？ええ、まあ。もしかしてさよ先輩もこれ買おうとしてました？小学生のなぜどうしてに完璧に答える本。ええ、奥沢さんもですか？ええ、まあ最近はぐみ勉強勉強って言ってて、よく私に質問してくるんです。この間もなんで雪って冷たいのかとか聞かれて、案外ちゃんと説明するのって難しくって、なのでなんかもっとこううまく伝えられる教え方ないかなと思いまして。私も同じです。最近ひなによく質問されて、この間は雷が落ちる原理の説明を北沢さんに分かりやすく教えたいと言われまして、確かに私もその説明は難しいと思い、何か参考になる本はないかとこうして書店へ。そうだったんですか。なんかうちのはぐみがすみません。いえ、ひなが自分から言い出したことのようですし、少なくともプライベートでは自分がしたいと思ったようにしかやらない子ですから。まあ確かにひなさんってそういう感じかもですね。はい、あの子はいつもマイペースで他人に合わせた説明をするのは苦手だったのですが、今回は北沢さんが分かるようにいろいろと試行錯誤してて、北沢さんとの勉強がなければひなのこういう変化はなかったように思います。北沢さんには感謝しなくてはいけませんね。いやそんな大げさな、なんというかこちらこそありがとうございます。はぐみもあんなに勉強嫌がってたのに、ひなさんに勉強見てもらうようになってからやたら楽しそうなんですよね。勉強するのが嫌なことから楽しいことに変わるきっかけをひなさんにもらえたのかななんて思ってます。そうですか。あの子の行動が誰かのお役に立てたのであれば嬉しいです。なんていうかさよ先輩優しいですね。優しいかどうかは自分では分かりませんが、私にできることはしてあげたいと思います。そうですかお互い苦労しますね。ええ、お互いに。あ、この本一冊しかないみたいですし、いいですよ、さよ先輩どうぞひなさんに買ってあげてください。いえ、奥沢さんこそ北沢さんのために探しに来たのでしょう。どうぞ気にしないでください。いや、元はといえばはぐみがひなさんにいろいろ教えてもらってるから、さよ先輩もこの手の本を探しに来たわけで。おも多分なんですけど、これ譲り合いが終わらない感じですよねそうですね。あ、じゃあせっかくなんで一緒に読みません？買い物の休憩がてらカフェとかに入って。ええ、そうしましょうか。ありがとうございます、奥沢さん。いやいや、それはこっちのセリフなんで。さよ先輩ありがとうございますでは行きましょうか。こんにちは、マリナさん。いらっしゃい、さよちゃん。今日は個人連だったよね。あ、そういえばさっきひなちゃんが来てたよ、はぐみちゃんと一緒にね。ひながですか？なんでもアンプから音が出る仕組みを知りたいから二人で調べに来たんだって。そうですか、ご迷惑をおかけしてすみません。うんうん、全然気にしないで。
アンプの中を見せるついでに整備もできたし、むしろ助かっちゃったから。それに何より、あの二人がすっごく仲良さそうに勉強してて、こっちまで楽しい気持ちになったよ。確かはぐみちゃんの追試対策がきっかけで、ひなちゃんが勉強を教えるようになったんだよね。はい、ひなが北沢さんの家庭教師を始めたと知った時は本当に驚きました。私もちょっとびっくりしちゃった。でもひなちゃんを見てると、なんだかすっごく楽しそうに勉強を教えてるみたいだね。はい、ただいつも通り楽しそうにしていますが、あの子なりに北沢さんのために工夫して教えようと努力しているようです。ひなには普段から他人にも分かりやすく説明しなさいと言っていたのですが、いざそれを実行している姿を見ると、なんだか不思議な気分で。新鮮って感じかな。はい、ひなは小さい頃から本当にマイペースで自由な子なので、あの子が誰かの家庭教師を務められるようになるなんて思いませんでした。パスパレの中だけでなく、こうやっていろいろな人たちとの経験を通じて、ひなも少しずつ変わっていくのでしょうね。でもさよちゃんだってそうじゃないかな。ロゼリアのみんなやいろんな人たちとも触れ合って、ゆっくり少しずつ変わっていくんだと思うよ。私も確かにそうかもしれません。思い返せば、これまで多くの人たちからたくさんのものを得て、今の私があるように思います。うん、周りの人からいろんなことを吸収して、みんなちょっとずつ変わっていくんだと思うな。もちろん私もね。そうですね、そういう気持ちはきっと忘れてはいけないのでしょうね。互いに影響し合える今の環境をこれからも大切にしていこうと思います。うんうん、一緒に頑張ろうね。はい、ありがとうございます。マリナさん、それでは個人練行ってきます。